ショック今日はショック愛で空が落ちてくる今日はショック霊の上に来たろう。これが俺の愛、俺に落ちてきた愛。クピン。ドラゴン装備、早くドラゴンに会いたい。早くドラゴンに会いたい。私を連れてってドラゴン。わかったぞ。迷路の中に迷い込んでおるな。さあ出てこい。私が制裁を加えて差し上げよう。もう逃げる必要はないんだよ。くつ、こいつ悔しいっす。今ちょっと人が通った窓の外、せっかく俺が調子に乗って喋ってるところだっていうのに。やっぱり近所の目は気になる。寺蔵であったのさ。今しばらくお前の命は放っといてやろう。ここかね、それともここかね。来たまえ、お上がり。クソが！さっき人が通ってからテンションすげえ下がってんだけど。いかん、こんなことでは。俺は全て捨てた。俺は全て捨てた。見栄も外聞も気にしない。はかかってこい。いけるじゃん。よし、いらねえ。次お前の種族を狩る時のために取っておいてやろう。お前が残したものが仲間を殺すところ、天国からよく見ておくがいい。逃げよった。まんまと、まんまと。ぶち殺してやる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 。お前に限らずもうみんな萌えキャラに見える。いざ尋常にと言いながら背後から、あざー。やるな、ベビーサタン。その名しかとこの心に刻んでおこう。笑い袋、しかとこの心の中に刻んでおこう。キメラ、しかとこの心の中に刻んでおこう。今はすべていい思い出だ。私の力を下げる、そう、そして私の世界征服を妨げる要因となりそうなあれは、ちょっとどいておいてくれないとちょっと困ったり しそうだから。明らかに この辺のパートはダイジェストになるな。いい、ダイジェストの方が面白いよな。よし、あ、ヨーグルト美味しい。
うまぁ。今日の缶中杯は徳島県竹内農園の柚子冬限定中杯ということで、サントリーマイナス196度、こだわり果樹かもしれないだらけだ。この世の中はかもしれない運転が大事なんだ。教習所でも教わっただろう。そこから人が出てくるかもしれない。はぐれメタルが出てくるかもしれない。最強の武器が手に入るかもしれない。笑い袋がたくさん出てくるかもしれない。ああ、夢と希望に満ちた冒険だな、これは。そこから人が飛び出してくる。飛び出したー、飛び出したー、飛び出すなー。そう、トルネコは道路、車運転してて道路から人が飛び出してきても、普通の人だったらブレーキを踏むが、トルネコは飛び出すなーと言って突っ込む。だ、あなたそれポポロよみたいな。ポポロといえど飛び出すやつは許さんぞ。獅子は我が子を先人の谷から突き落とすという。俺が獅子だ。獅子、そう、それは猫か。トルネコの名はここからついたのだ。信じられないような本当の話。これ本当だよ。邪悪の笑い。ふひひ、サーセン。嘘です。ベビーサタンさんのお部屋に来ています。おはようございます。おはようございます。来た、危ねえ、あと一歩は。あと一歩、奴のテリトリーに入っていれば。わかった、じゃろ、ユウスケ。みたいな。いくらお前といえど正体不明の能力者になんちゃらかんちゃらかんちゃら。ドキュロム、装備してどうする。危ねえ、装備しちゃった。投げるつもりだったのに呪われてるたらどうするんだよ。あ、ヨーグルトまだ残った。そろそろキノコは出ないだろう。出た。こいつどれくらいのダメージかを知る必要があるな。どれくらい与えれば自爆するか。62でまだ死ななかったな。いくら足踏みしても俺は。腹が減らんのじゃ、腹が減らんのじゃ。50いったな。70はいけるから切ってみっか。お、74で死んだ。おそらく70ぐらい食らわせればいいな。これいいな。ちょっとスクリーンショットセーブしておきたい感じだな。こっちだ。本当だ、こっちだ。わー、呪王女的な呪わせるモンスターみたいなのも出てこないし、てか呪われても大丈夫でしたこの装備な。だってさ、ドラゴンキラーにドラゴンシールドに腹いっぱいに6本の銀の矢だよ。腹いっぱいにって腹いっぱいじゃないだろうけど、
腹ペコの逆と言ったら腹いっぱいだろ。なあ、満腹だ。満腹の指輪だ。しかしな、眠くなってきたな。はぐれメタルさん、残念だが君の命もここまでだ。わかるね。お父さんとお母さんにさよならを言いなさい。ビョ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 。まさに俺は鬼神、鬼神取る猫。鬼神つまり猫か。だから取る猫と。ヨーグルトが残ってる。一旦録画切ろう。また再開。もう2時間も撮ってたからな。ドキソーいらんの。147で。どんだけ人をバカにした金額なのかね。そのような金など、私の家は裕福な家庭ですので。比較的裕福な家庭ですので。メッキいらねえ。いらんわ。まだ出んのかお前も。前もなんかそんなこと言ったような気がするな。鬼面同士に対しては。メッキいらんわ。前もそんなこと言ったような気がするな。しかしもうダメージ計算、爆弾今のダメージ計算ができるほどに上達した。褒めて褒めて、体勢が疲れてきた。ほんと疲れてきた。だれてきたなぁ。よっ、なんか出た。ここで刺激を求める俺は千里眼を投げてエメラルドを拾う。そしてインパス。ちゃんと覚えてる。何？ドヒャン！ドヒャン！油断した。ルプ主の疲労が、ルプ主の疲労が、疲労が。おとぎり増改税。全然気づかんな。おどぎりどがえぜ。逃げるな。こら。こら。あれ、どこ行った。ブスンゴーン。ブスンゴーン。次の回行きたいなぁ。次の回行きたいなぁ。慣れてきたなぁ。
お前ら全員を相手にしてもお釣りが来るわ。お前ら全員を相手にしてもお釣りが来るわ。どれが取る猫だ。あ、どっちが取る猫だ。わかんなくなった。なわけねえだろ。はっ、はっ、バーカめ。俺が取る猫だ。わかったか。今回はこのぐらいにしといてやるか。